始まってしまう。最終回。最終回。緊張しますね。緊張するね。うわ。5時間。この5時間で何が行われるかですね。まだあるのかこの5時間。あるんじゃないですか。もっと。でも動きそうこの5時間で。しきちゃんが隣。どうやった寝た。ロックオン跳ねよ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 。寝れた寝れた。寝た。気持ち固まってても全然何も考えられないまま、ね、もうぼーっとしてて、ね、だよな。最後だよ。早いよね。早いよね。本当に早い。本当に、うん、なんか今までにない空気感、ね、で、うん、ちょっとこれともうピリピリする。緊張しそうだもん。さっき来る時、うん、あ、男子は決まったか。あれ行く人これはまず秘密かな。秘密打ち。何だよ秘密打ち。大輝は俺ですか。俺はやっぱ最後の、ね、時間まで俺はちゃんと考える。みんなで悔いなく ねやりきれたらいいね。楽しみたい。誰も何も喋らせてもらえない。ガチ火をつけたくないっていうね。しきちゃんまた誘った。すごいわすぎちゃん。しき行け頑張れ。ゆらちゃんの僕の顔がいいの。話そう。行こう。行こう。いやー。どうぞどうぞ。絵になるね。絵になるなー。どう昨日から考えてくれたかな。いや考えてそれは、うん、めちゃくちゃ今も考えてる。うん悩んでる。うんやばいぐらい。あそうなの。どうなの。両方付き合ってても絶対楽しいと思うし、なんかねやっぱタイプが違うじゃん。うん、あのねゆらはねその付き合ったら付き合ってもリードせないけんと思うし、やっぱ守らないといけないっていう、うん、なんかその可愛さもあるしね。わかる。可愛い。うん。でもルーと付き合ったらその大人の恋愛っていうかさ、うん、楽しく恋愛できるかな。うん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 。大人のね。結構考えてくれてるんだね。ね当たり前。ありがとう。じゃあ私の気持ち、うん、私が思ってることを言います。はい。こっち見てください。えなんで。どこ あれ何よこの子はずっと手だれよ。動揺してることどういうこと。最初の第一印象からずっといいなって思ってて、うん、今すごい緊張してるんだけど、うん、俺もめっちゃ緊張してると思う。好きです、はい、すごい言った楽しいなって思うし面白いしいいなって思ってるし、ずっとユラのことを見てたのも今これ検温多分引っかかるよこれ。だから帰れないよ店。37度超えてそうやもんな。もし私に来るとしても、うん、なんだろう迷いがあってこっちに来るとかじゃなくて、もう全部ルーラで来てほしい。ルーは待ってるから。だから、うん、だからちゃんと気持ちに正直に来てほしいです。けじめつける男だ。ルーラちゃんのまくり方いかついて。いかついな。おい。やばい心臓が痛い。めちゃくちゃ痛い今。ありがとう。じゃあ行こっか。行こう。やばかった。おれ。でしょ。待ってるから。ルーラちゃん。で本当に。わかる。いいね。なんだそれは。この子かわいいな。もう。まあ、帰ってええわ。崩れ落ちたぞ。ダメ今崩れ落ちちゃった。なんかな、おい頑張れ。しき頑張れ。しき頑張れ。マジで今頭の中が超パニックになってて緊張もあってなんかやばい。やばい。なんかしきもここまでそこまでなんかちゃんとめっちゃ緊張するってことはなかったんだけど今本当に緊張してる。
足ブルブルだもん、うん、多分これが最後のツーショットになると思うんですけど。あ、そうだね、最後だからなんか今まで、まあ、式なりにちゃんと気持ちは伝えてきたけど、なんか何はっきりとはちゃんと言えてなかったから、なんか最後だし、なんか最終的にどんな結果になってもなんか良かったなって終われるように、なんかちょっと伝えられたらいいなと思って誘いました。ありがとう。いいえ、なんか最初見た時にすごいかっこいいなとずっと思ってたんだけど、なんかずっとなんか自分がなんかなんだろう、傷つくのが怖くて、なかなか自分の気持ちにも素直になれなかったし、行こうっていうのも言えなかったんだけど、なんかグラスボートの時にすごいやっぱりいぶきくんがいいなって思って嬉しい。それでなんかここまで結構頑張って何回かツーショット誘ってきたけど、式もなんか自分ではなんていうの、まだ本当に自信がなくて、なんか今もなんかちょっとまあダメかもしれないなっていう気持ちもすごい強いんだけど、それでもあのツーショットとかも誘いたいなって思うぐらい、いぶきくんのことが今すごい好きだなって思えてます。いや、なんかもうこう対面でこんなの言われたから、なんかもう照れるよね、それは。あら、そうだ、頑張ったね。いぶきもなんか、まあ、沖縄の時はあんま話さなかったじゃん、グラスボードぐらいやったけど、なんかその山梨とか浅草とかそういうところで一緒に回ったりして、早いって泣くのが早いってもちろん昨日の夜とかも考えて、なんかここまでツーショットとか誘ってくれて、ね、ごめんなんか大丈夫だよ。いやでも本当に本当にもうめちゃめちゃいぶきくんが迷ってるって言ってたじゃない、その時にすごい嬉しかったんだけど、それと同時にいやそんなことないでしょっていう気持ちもあって、自信がない部分とかもあったけど、それでも最後までいぶきくんにこうやってツーショット誘ってみようとか、なんか好きっていう気持ちを伝えようとかって思うやったのは、そのいぶきくんが今も泣いてくれてるけど、そのまっすぐな部分とか何事に対しても真剣に真面目に考えるところとか、そういうところがあったからだし、式もそういうところがすごいいぶきくんの素敵なとこで、式もそういうとこが好きだから、最終的な告白になんか今伝えたことがつながったらいいなってすごい思ってます。ごめん本当に、いやここまで本当に真剣に考えたのもなんかそうまっすぐ来てくれたからこそできたことだったから、うん、本当にありがとう。いいえ、いいえ、いいえ。最後に話したいんですけど、話してもいいですか、この声は。しきちゃん、幸せになって。告白待ってます。はい、はい、ありがとうございます。ありがとう。ごめんね、本当に。いやいやいや、話したのに。本当にごめんね。ありがとう、ありがとう。なんか泣いちゃった。なんで？なんかまた泣きそう。ねえ、泣かないで。大丈夫？大丈夫。ごめんね、話してた。何、本当に。いやいやいや。もうあとさ、ちょっとでさ、告白だけど。まだ迷ってるんだよね、うん、でもユロはユロの方に来てほしいって思ってて、それはそ
そうなんだけど、だからあのミサンが作ってきて、あのえでもこれはなんかまだ迷ってると思うから、あのえあのえでもあのもうなんでだろう。いや普段はあんま泣かないよ。でもなんか泣いちゃう。ありがとう。だからあの迷ってると思うから、もしギラの方に来てくれるってなったらこれつけて来てほしいなって思ってて、つけて来てくれたらすごい嬉しいし。ありがとう。うわー、つえーつえー、クッキー対美さんがすごい。え、なんか分かんなかったけど、でも作ったから、なんかイロはそれをつけてイロのところに来てほしいし、なんか最初さ、イロがさ、なんか大輝くんとかにも来てもらって、いぶきくんとかも来てくれた時とかすごいなんか気持ちグラグラしてたけど、いぶきくんはいつもなんかこう一途にまっすぐに来てくれたじゃん、うん、だから今いぶきくんが迷っててもギロは絶対まっすぐにいぶきくんのことしか見ないって思って、昨日からちゃんと考えてそうやって今思ってるから、だからギロは告白の時いぶきくん待ってます。真剣に考えて、うん、告白の答えを出そうと思ってる。え、もし真剣に悩んだ結果がギラじゃなくても、ギラは本当に今回女子から伝えないからギラは言いたいんだけど、マジでいぶきくんしか今本当にないから。すげー、すごいな。ありがとう。これだけはちゃんと受け取ってほしいなって思ってます。受け取る。開けましょう。はい、はい、せーの。はい、チーズ。ねえ、マジ頑張ったからあった。あ、いいね。チビルキもね。この辺からよ。なんか。空が乱してきたな。最高。え、どっちだったか。いやー、なんか年が足りんから。初めての挫折ですよね、大輝も。なんか足りんから、やっぱ向こう行くんですよね。は自分の意思。さあ、ということでこの後いよいよ告白になります。はい。なんかいいっすね、最後こうやっぱ各々の選挙活動というか、なんかね、こう投票日明日みたいなさ、地道、はい、がこう草の根のね、あれがすごいですよね。うん、いいですね。ルーラが最後にあの本当大人っぽいんだけど、うん、後ろからバックハグして。あれ普通の音が落ちますよ。 あれ落ちるよね。なんて可愛いんだろうと思う。 あのタックルはないよね。ないっすよ。あれラグビー協会へのアピールもあるもんね。そうですよ。ないわ。で本当にいぶき、まあ、両方選べる状態じゃないですか、うんうん、一番恵まれてるんだけど、うん、僕の経験上やっぱり自分が振られるより好きって言ってくれる子を振らなきゃいけない時の方が俺はきつかったんですよ。ぶっちゃけるなおい。これはぶっちゃけるいつの誰何人か浮かんでるけどどれいやだからいぶきもすごい恵まれてるけど、あんだけまっすぐな式と、まあ、ゆらも言ってもやっぱすっごい可愛い、超絶可愛いですよ。可愛いよね。どっちかを傷つけなきゃいけないっていうこのいぶきがもう一番きついんだろうなと思うし、その涙でしょうね。どっちかを切らなきゃいけないっていう責任の涙かもしれないし、はい、もうなんかみんな良かったわ。みんな良かったね。しかもみんなリュウタ忘れてるんですよ。いやもうリュウタここに忘れた方がいい場合もある。何言って埼玉にいるんですから今。もうリュウタ俺がマジで寿司連れていく。せーの。
見たい。ルーラちゃんがでもな。告白。誰が行く？君といると世界が変わったように。後悔はしないと思います。本気で思いを伝えます。めっちゃおもろい。ここからやもんね。いや本当っすよ、ね。結構後半ですよね。好きになった。最後の最後っすよ。これいい感じだよ。可愛いな。本当ワンワンだよな。じゃあつって。どうですか。ちょっと本当にこの2人は本当にいいと思うわ。いい、うまかったからびっくりした。本当によかった。もうすごい緊張したの。慣れて会えない時さえも考えてしまう君のこと。とね、おい呼び捨て。かわいいな、またこれ。真剣に考えたんだけど、あの最初に仲良くなった時がほうとう作りの時で、うん、その時になんか不意に目が合ったりなんかすごい笑ってるところに結構惹かれて、最初全然意識してなかったんだけど意識するようになって、なんかスワンボートの時誘ってくれた時も、あの俺がアヒルボートって間違えて言っちゃってそれで二人で爆笑した時もなんか結構二人で一緒にいたら楽しいなって、絶対楽しいなって思ったりして、なんかそこら辺から意識が変わり始めて、あのなんか僕が好きっていうのになった、変わった時が、あの最後の日の前の、あの手を一緒につないで話した時、あそこにもう一番話してて楽しくて、これからはもう絶対に幸せにできそうだなって思ったのが本当にでした。で、まあそれもあって即席で結構頑張って曲も作って伝えたんですけど、笑ってくれて、それもすごい嬉しそうに聞いてくれててめちゃくちゃ嬉しくて、なんかこれからも琴音に向けて曲を作りたいなって僕は思いました。やっぱ笑顔にめちゃくちゃ惹かれたので付き合ってください。顔を上げてくださいスワンボートから仲良くなって親しくなって、結構喋りやすくて自分も素で折れるし、なんかめっちゃ自分にでなんか笑ってるなって、おもろいなって思うことが多かったです。で曲も作ってくれて超嬉しかったです。この旅が終わってもマイトともっとたくさん笑いたいので、よかったらよろしくお願いします。よろしくお願いします。緊張した。最高のカップル。緊張した。緊張した。ここにいるときずっと緊張してたの。やったぜ。マジで。声が震えすぎてさ。まともに喋って。大丈夫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 。
わやばいわ、めっちゃやばかった。いいカップルすぎる。いいね、手伝うだって。しかも今彼氏彼女としてね、緊張する、緊張するわけでしょ。そりゃ緊張しますよ、そりゃちょっとなんかツーショットとかさ、しとった感覚と全然違うよ。いいね、もう今は友達じゃないんだよね、恋人だもんだから。うわぁ、なんて言ったらいいか、これほんまにやばいんですけど、本当に普通に羨ましいな、なんか羨ましいわ。どっちに行けばいいんだろうね。ほとか行けばいいのか。でも俺、来るのか、行きたいな。あ、来る？やっぱ男っぽいとこ見せたい。そこ？でもなんないと思うけど。水族館とか。水族館、いや、そうやな、行く？水族館に写ったしの。確かに。じゃあ、うん、写真撮る？写真撮ろう。カブトル。カブトル撮る？びっくりしてる。うわ、最高だね。あ、いい。あ、いい顔するよ、ここにさ。いいね。その写真くれ。どうすんねん。ちょっとほらってどうすんねん。ちょっとへこんだ時見るから。どっちが確かにこっからおもろいよ。俺の中でのけじめがついて、あとはバックするだけだと思います。どうすんだ、どっち行くの。マジどうす、この頃は本当にありがとう。なんかね、うまくいきすぎてつまんなかったよね。俺の方がいいって言わせるから、うん、絞ってここに来た。うわ、どうすんどうすん。心臓ドキドキするぞ。本当嬉しいね。え、それやったらさ、うん、もうちょっと早めに来てほしかった。そうか、そうだよね、うん、もし私に来るとしても、うん、迷いがあってこっちに来るとかじゃなくて、もう全部ルーラで来てほしい。うわ、どっち行く。どっちや、マジで。うわ、どっちや、マジで。ベラ。おお、そうなの。聞いたんだ、最後の。最後のね、あのタックルが、あのタックルですね。うれしそうな顔。今から俺の気持ちを聞いてください。俺は山梨の時に追加メンバーで来てくれたルーラがめちゃくちゃタイプでした。でもまだその時は必死でユラを追いかけていて、いぶきにも負けたくない気持ちもあったし、うん、プライドももちろんあったし、ユラと二人きりで話していた時も頭の隅ではルーラが引っかかっていて、なんか昨日も誘ってくれた時もめちゃくちゃ嬉しかったし、めちゃくちゃ考えてて、どっちとおったら幸せなんかなとか。それでな、やっぱりルーラと付き合った方が俺はめちゃくちゃ幸せになるし、俺も、うんうん、俺も本気でルーラを幸せにする自信しかもないしね、ルーラを。もしこの告
告白が成功したら周りからの目線では結局はそっちなんかよとか、うん、なんかね、大気はそっちの方がいいんだみたいな、うん、俺はそれでもいいし、うん、周りからどう思われてもいいし、うん、かっこいい、俺はこれが逃げてると思ってないし、うん、うん、男や、そこまで言うの偉いですね。ただ俺は自分の気持ちに正直になってルーラに決めました。嬉しそう、大好きです、やってください、お願いします。早い、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 そりゃそうやろお前、もう嬉しいってしゃあないねん、琴音ちゃんみたいな落ち着きはないねん。ありがとう、よろしく。いや、これはこれでなんかいい、すごい、お似合い、あ、なになに、近づきた、ありがとう、椅子はないから、うん、よろしくね、素敵じゃないですか。いや、お似合いよ、これ、声も震えていて、うん、頭真っ白になった、うん、いや、いい、まあ、お似合いだよ、だから、まあ、また遠距離は超似合い、うん、遠距離やな、どれぐらい会いたいとか、どれぐらいね、うん、さあ俺も頑張れる、それやったら目標が持てる、なんだ、月1ぐらいが行けたらいいかなっていうのがあるかもしれない、あ、いいね。あ、でも新潟来てくれればね、新潟ってどこだっけ、新潟ってどこ、九州があります、うん、九州ってどこか、急にバカが出てきた、うん、本州があります、本州って何、うわ、えぐ、本州って何、北海道以外、北海道と九州と四国以外のでかいところがあります、東京あります、ここ、なんで東京の上、なんでここ使ってあげるんですか、マジでルーが思っている以上にマジでバカだから、いや大変だよマジで、俺と付き合ったら、でも本幸せにするって言ってるの、幸せにして、それ大変だよ、俺の面倒っていうか、ね、面倒見るのは多分大変だ。いや、お似合い、似合ってますね、いいよ本当に、王様になっていい、今、うん、王様で指定してもいい、あ、はい、あのこのネックレスつけてほしい、あ、いいよ、いい、うん、これ不器用なんだよね、いい、オッケー、いける、ありがとう、付き合ってくれて、うわぁ、ありがとう、くしょー、びっくりするね、なんか触れるとこ全部触ってなかったか今、あー、いいよ、お似合い、トムさん、あれ、俺に彼女できました、おめでとう、自分幸せにするんで、お父さんって言われたかと思った、見守っててください、おめでとう、お願いします、お願いします、またしてきたな、おい、うわいいよ、兄貴みたいな、もう兄貴、僕に彼女ができましたよみたいな、月一の交通費お願いしますよし、二人で来たら美味しい飯連れてくぞ。でもやっぱり全員みんな気になってんのはここなのよ、そう、いぶきなのよ、いぶきくんがゆらちゃんなのか、うん、しきちゃんなのか、これどっちやろな、ゆらあれにふさわしいわ、ね、まあだから今の時点で正直オッズはゆらの方がやっぱね、オッズってオッズはオッズは多分ゆらの2倍や、ね、2倍ぐらい、2倍と4倍ぐらい、そうですね、ゆらたんね、ゆらたん、ゆらたん、そうね、ゆらたんとしきドリーム、式ドリーム、そうですね、1、2、うん、行きますか、こうか、うわ、よし、こっちも腹を決めよう、はい、うわ、さあ、いぶき、ゆら、式、はい、3人の声の行方でございます、うん、続き見ていきましょう、せーの、君が多い、くー、うわ、始まっちゃった、ちょっと待ってよ、いぶき、真剣に考えて、どう、いぶき、今はもう迷いはありません、いろんなことを振り返りながらしっかり自分が思ったことを素直に伝えられたらなと思っております、手つなぐ、いや
ばい。やば、やばい。めっちゃ手汗やばいから。それな、俺もなんか。本当にやばい。うん。はい、チーズ。最後にじゃん。この時は本当にまず、まあこの二人がって思ったけど、せーの。やばい。やばい。大丈夫？いや今膝上げてる。マジでいぶきくんしか今本当にないから。はい、お願いします。はい、いきます。はい、チーズ。すきちゃん逆転してる。これな、これ良かったよね。良かった。いや、かっこいい。これはアトラクションや。いや、なんかどっちもいい思い出あるね。まっすぐすぎた、本当に思いが。え、サッカーボールなんだけど。最終的な告白になんか今伝えたことがつながったらいいなってすごい思ってます。何？ゆら？やっぱそっちだか。ああ、そう。うわー。なるほど。しょうがないね。まあ、そうだな。真剣に考えた結果、ここに立つことにしました。僕の思いを聞いてください。はい。最初の王様ゲームの時に一緒になって、まあ、いろんなことをしてお互いの第一印象を聞いた時に、ゆらが俺のことを言ってくれて、それがめちゃめちゃ嬉しくて、その後も一緒に手をつないだりバックハグとかして距離が縮まったりして、で初日からこんなにドキドキするなんて思わなかったし、こんなことを付き合えたら俺は幸せだなってずっと思ってました。しきちゃんとその後もアプローチされたけど、いろんなこと話して会話も弾んで、しきちゃんの心の方が強くなって惹かれた部分もありました。おー、そうだ。でも足湯の時にすごい俺は自信がなくてずっと心配で、そんな時にゆらが一途っていうさん率直な思いを言ってくれて、それがめちゃくちゃ嬉しくて、嬉しくて、ゆらといるときは素でいられるし、一緒にいて楽しいし、俺が気抜けてるところとか行ったときもなんかいつもニコニコして笑ってくれるし、可愛いし、そういうゆらの魅力に僕は惹かれました。最後まで悩んじゃってごめんね。僕のそばで一緒に笑っていてください。付き合ってください。来てくれてめっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。お願いします。なんかない。
いいね泣かないで本当にマジで待ってる間ユウの方が泣きそうだったのに泣かないで本当に、うん、なんかユウらより泣いてるからごめん全然ありがとうこちらこそお願いしますお願いしますありがとう、つけてきてくれてミサがつけてきてくれたじゃん、うん、いいよねそれね、お揃いが良くてえで、自分のも作ったのうわーあれでつけれるよつけれる、大丈夫大丈夫結構ね、俺マジこの色がこの色言ってたね好きなのありがとうよかったよえ、本当に嬉しくて爽やかだなえ、本当に嬉しいしか出てこないのだって本当に嬉しかったまあ、今までは王様ゲームでこうやって手つないだりとかさハグとかしてきたけど彼氏としてハグをしたしよう最初のさ時の王様の時になんかバックハグしてくれたじゃん、うん、だけどさもう一回してほしいするうんで写真撮りたい行くよいいねもうカップルとしてのバックハグだあれはいチーズあーいい写真だな俺インスタのアイコンにしようかな誰おじさんあー悲しいよマジで悲しい悲しいよなまあそうなんか分かってはいたのでうん、でも頑張ってよかったですけいちゃんよかったねいぶきくんもすごい最後まで悩んでくれたんで、うんまあ、結果は残念だったけど最後まで頑張ることができてまたなんか時間が経ってなんか気持ちがなくなった時にまた新しい声ができたらいいなって思える恋愛だったので絶対できるすごい良かったなって思いますありがとうございますそうだよね大丈夫よこの子はうんうわあそっかあまあそうかでも正直に言ってましたね、うん、途中で正直しきちゃんの方に気持ちが大きく傾いたんだけどだからそれぐらい頑張ってたってことですね、うん、しきちゃんも、うんうん、そうよね、うん、でもやっぱり絆が強かったんですね、うん、ゆらちゃんとのまあでもやっぱベストカップルではあったんじゃないですか、ね、やっぱり最初からやっぱずっとなんか良かったんですよね、うん、波長も合ってたし、うんうん、もうしきちゃんに自信持ってほしいですね、うん、これでなくさないでほしいじゃあとりあえず北海道帰ってドラムめっちゃ叩こうそうですねすでツーバスで行くでしょうね終わりか終わりですよ俺らの夏も終わったんですね終わりましたマジで終わりました冬は何しますいやどこ行きます冬は何編ですよあれやったら制作費ちょっと出しますよスポンサーこれどんどん年齢上げていくのはどうですかなんかいいような気もしますよね6シニアまで行きますよシニアまででもどの回にも絶対リュウタは入れてほしいどの回にもおじいちゃんおばあちゃんの中にあやとりモテるでしょあやとりモテるのリュウタバリコクられんじゃんなんか恋したいな大気に腹立ってきたなあいつ今から幸せな未来があるわけでしょ。おいおいやばいぞ大輝。腹立ってきたな大輝。ルーラが奪われる可能性ある。やばいやばい。大輝から俺ルーラ奪われる。クズっすね。じゃあ行きますか。じゃあ最後は皆さんと一緒にこれで締めたいと思います。はい、せーの。君来い。ありがとう。シーズン2までまた。おめでとう。